ポンちゃん頭叩いたでしょ今。あ、ポンちゃんじゃないや。うん。ラブちゃんとポンちゃんがぐっちゃになってるで。たまんない、これ水浸しになっちゃった。どうだ、厳しい状態です。ラブこのカメラがダメになったらもう何人も撮れなくなっちゃう。難しいわ。このぐらいか。あ、そうだね、そうだね。かわいすぎるな。トイレ掃除を眺めるラブ&シオンでした。パチ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 。ラブちゃんね、カメラを触る時を残してます。うん。よし。綺麗になったよ。いい仕草になってきたね。ポンちゃんが弾丸ダッシュをしたんとこい。あれあれあれ。ほい。じゃなくてボールで遊んでたの。くれ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 。全然触れるんですけど、肉球触ってるんですけど。まだ赤ん坊の肉球みたいな柔らかいやつですよ。しおんちゃんもどうぞ。しおんくん、引っ越したの？はい。
可愛い声になったね。はいはい。いいじゃん、いいじゃん。しゅんちゃん慣れたぞ。いいね。私はなな。ビビと遊んでるな。はい。かなりイケてるんじゃないですか、しおんさん。ほんとだね、匂いも嗅いでるね。なんかモテモテの気分になってるんですけど。なんだ、明日がちょっと楽しみだぞ。朝起きるとまたちょっと戻ってんだよね、この人たち。夜はちょっとテンション高いからね。よし、じゃあ夜のうちに仲良くなろうぜ。ちょっとね、老犬パパが眠くなっちゃうんだけどね。夜の時間帯のせいなのか、2人ともテンションが高くてですね、こうやって指にじゃれてくれます。ちなみに爪は全く出ていません。肉球が柔らかくて気持ちいいです。そして鼻をツンツンしても大丈夫ですね。これ黒犬パパが立ち上がったらダメなのかな。そーっと立ち上がってみようかな。私ぐらいの身長だとちょっと立ち上がる。じゃあ小さく、はいはい、はいはいはい、いい子いい子、はい、いい子いい子いい子、はいはい。はいはいはい。はいはい。あ、しおんちゃんが普通の猫になりました。うん、いい子だね。変われるのね。いい子だね。はい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 。はいさあ、君たちはいい子ちゃんになりましたよ。明日の朝も覚えといてね、特にしおんちゃんね。あ、もう眠くなってきたね。二人でじゃれ始めた。なんか急にこういうことが起きるから面白いね。なんだろう、しおんちゃんの方の気持ちの変化はちょっとつかめなかったね。急だったね。そう。
やっぱ夜のテンションの方がいいのかな。でもということはこういうニャンコを飼ってる人たちにはこれは情報としていいね。まあまだ完全にそうだとは言い切れないけど、仲良くなるなら夜中がいいよ。扉が開くとシオン君はさすがに怖かったかな。ほんの少しだけなでなでできました。あ、扉が閉まると追いかけてきます。こういう距離なんだね。よし、明日から希望が湧いてきたぞ。シオン君特にいいぞ今日。ラブちゃんはいつも通りね。いいです、君はなかなかいい子です。じゃあね、お父ちゃんもそろそろ眠い時間です。もちろんポンちゃんもいい子ですよ。ポンちゃん、ポンちゃんを見て、子猫が泣いてるよ。はい、ジャン君はいい子ですよ。今ジャン君が一番、人間に慣れてますから、このうちで。ねえ、今日は、4匹の猫がみんな人になれた日として未来永劫記念日は忘れちゃうから特に制定しません。でも良かったです、とても良かったです。